はい、じゃあね、今回も夏本やっていきましょう。お願いいたします。今日は7日目ですね。1週間です。昨日はまあ、愛も変わらず冒険したりとか、あとラブちゃん来たりとか、東大のなんか、レンズがみたいな話があったりとかって感じだったんですけど、今日は忙しいですよ。というのもですね、そろそろ隣町行きたいなって思っていて、そのためにもう今日なんでしょう、こっち側この町でやり残したことをもうある程度やっちゃおうかなって、例えば花火屋さんですとか博物館とか、あと海辺の洞窟も結局行けてないのでとか、あと宝の山とかですかね。他にもいっぱいあるんですけど、もう行けるとこまで行こうという感じです。なので忙しいですよ。で、今朝は肉じゃがと卵って言ってましたっけ？誰かいるぞ。あ、また誰か来たのかな。昨日ラブちゃん来たばっかですよね。あいつだ。ガキンチョが庭にいる。何をしてるの？庭なんですね。しかもここ。僕たち家の中を覗いてなんかいない。なんで？絶対ラブちゃんと純子ちゃんのことを見ていたということだな。ドスケベめ、許せないですね。偵察。じゃあどういう意味？夏休みの宿題でみんな家のことを偵察してるんだ。そうだ客人、お前も一緒に偵察に。嘘だよ。どこに？宿題としてね、そんな覗き見なんて出さないですよね、小学校よ。なんだ、絶対またなんか悪いこと企んでんじゃないの？橋のところ、あの辺りが町の外れなんだ。ほい、じゃあ先に行ってるから追いかけてこいよ。来いよ。あー、だるい。忙しいっつってんのにあいつらも探検じゃないよ、今日忙しいのに。偵察するの？俺も？まあいいや、一旦ラジオ体操。そういえばあいつらラジオ体操どうするんですかね？あ、もういない。どこ行ったんでしょう。ラジオ体操はいいのかな？まあ参加しますか。ラブちゃんいますね。あー、で、ガキンチョどもはいないですね。はい、ラジオ体操。準備はいいですか？始め！お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日も一日頑張りましょう。はい。ってことで、まあ、一旦豚を戻そうかなーって思います。はい、で、その後、ガキンチョンとこ行かなきゃいけないっぽいですよ。あれ今、グーってしてましたね。懐かしい。初対面の時のとことこだ。で、あ、キノコむしりつつ、じゃあ豚を。昨日2匹、あー、違う違う違う。豚怖がらせちゃうよ。はい、キノコちぎって、ここに戻せって言ってましたよね。豚を入れる。はい。昨日2匹捕まえたので、はいはい。あ、大きなって言ってました？こっちに戻すの？あれれ？なんかそんなめっちゃちゃんと見てないですけど、こっちが牧羊みたいな。で、こっちに戻すみたいな、あった気がしたんですけど、やっぱこれ洋介用ですかね。ここで洋介育てんのかな。まあでも、ね、5匹になっていいですね、増えて。可愛いですよね、小豚。じゃあまあ時間もないんで行きますか。一応神主に話だけしておきますか。何かあるかもしんないんで。うん。言わないの？すごい声出ちゃった。それはね、あ、僕が自由を愛する人間だからなんだ。あ？あいつらさ忙しいって言ってるのに。あ、いました。せめてさ、八千頭連れてきてほしいですよね。なんでこう男ばっかなんでしょうね。ラジオ体操をしてたんです。ラッパ森と言って、ラッパさんという人がそういうところなんだ。なんか純子ちゃんの話と違いますけど。ここまでが都会。はい。ここからは自然が豊かな田舎。この橋の線が境界線なんですね。そんな変わってるかな。はいはい。ねえ、陽介、町の紹介じゃなくて博物館はね、ちょうど行きたかったですね。お、あ、それはちょうどいいですね。やるやん、陽介のくせに。偵察行きますか。それ博物館行けばいいのかな。館長まだこっちいるけど。おい、館長まだついてないよ。いいのかな。はい、博物館まで来ました。こいつら遅いですね。ステッカーきっと集めてないですね。ゆっくり移動してきました。で、あれ？え、なんか今ちょっと一瞬危なかったですか？フリーズ仕掛けた？あ、ごめんなさい。怒られました。だってフリーズしたかと思ったんだもん。な、逆に何もなかったよ今。今の時点では何もなかったですけどね。またすぐに怒鳴るなよ。警察中だからお静かに。ごめんなさい。僕この博物館大好きなんだ。っていうか、ここには夢がある。まあ夢は確かにありますよね。夢しかないですね今んとこ。人間にとって一番大切なのは夢だと思うんだ。夢じゃご飯を食べられないって母ちゃんが言ってたぞ。それは陽介が寝言で食べ物のことばかり言うからだろ。じゃあ次はもう少し先まで行くぜ。ついてこいよ。あ、博物館中入んないんだ。じゃあちょっと俺博物館に用事あるから。あ、入んのかな。入んないっぽいですね。じゃあちょっと自分、あ、長岡いいんじゃん。どうしたの長岡。もう探るのはいいのかな。あの子供たちは非常に怪しい。え、陽介と二郎。でも俺はもっと怪しい。こいつ怪しいのが嬉しいのかな。まあいいや、じゃあ寄付しましょう。ブリとホウボウ。ところで、あとなんか虫もでしたっけ。うんうん。そのうちおもちゃも増えるんですかね。おもちゃも飾れるようになるんですかね。あれ、入れないのか。あ、入れた。そしたら寄付したいんですけど、どうやって寄付するんですかね。一旦じゃあ魚。でも魚星3つしかないってことは、昨日の夜釣り尾さんが言ってた3種類でおしまいなんですかね。あれ？なんで展示できないんだろう。ちょっと展示する方法を探りますね。あ、ああ、よかった、できました。先に話しかけなきゃいけなかったんですね。どんな魚ですか？僕は博物館の館長に釣り上げた魚を渡した。魚はブリとホウボウ。ただホウボウのサイズがちょっと不安なんですよね。これは我が博物館が探し求めていたものです。50センチ以上のやつ釣ってましたっけ？1メートル以上のブリはそう大丈夫なんですけど、これらの魚はとても貴重なものなので、あ、どうぞどうぞ。当館で展示させてくださいね。いっぱい釣れますよ。僕は釣り上げた魚を展示してもらうことにした。やったぜ。博物館から金一封がもらえた。マジか。これはやりがいありますね。もう15,000円ですよ。半分溜まっちゃいました。でステッカーゲットです。ほぼダメだったのかなこれ。サイズが足りてない。あ、で、虫か。虫もそうなんですけど、ほうぼう。僕は博物館の館長に虫を渡した。虫って何でしたっけ？おや？館長、どんな虫でしたか？これは、間違いなく、我が博物館が探し求めていたものです。ラッキー。あの黒岩ゼミに完全に。黒岩ゼミ。とても覚えてないな。当館で展示させてください。まあ珍しいっぽいんでよかったです。僕は捕まえた虫を展示してもらうことにした。博物館から金一封がもらえた。1種類渡すごとに2,000円もらえるのかな。だとしたらボロいですね。やったぜ。でステッカーももらえるんですね。これ陽介たちに分けてあげたいですね。ステッカー。くっそ遅かったんで。今日は博物館の展示を見ていく。ああ、じゃあせっかくだから見ていきましょう。ってことはほうぼうダメだったってことですよね。ショックだな。またじゃあ隙を見てね。何でしたっけ、鳥島でしたっけ。まで釣りに行こうと思います。場所は分かってるんでね。悔しいな。で、ブリ。あ、3匹ちゃんといますね。なんか1匹ね、家で泳いでたはずなんですけど。あれ回収したのかな？でもまあこうやってね、なんか、図鑑みたいなのありますよ。嬉しいですね。僕が釣ったやつがこうやって、飾ってもらえるのは。で、あとセミですね。セミどこ？これか。端っこのやつですね。へえ。この黒岩ゼミってやつは実際にすごい珍しいセミなんですかね。幻のセミですって。すごいの取っちゃいましたね。じゃあまあ博物館は、一旦いいかなーって感じですね。ガキンチョウ追いかけ回しましょう。おい、お待たー。次はどこですかね。来た来た。こっち行くと古い山城があるぜ。山城って読むんですね、あれ。ただここもまだね、探検しきってない場所ではあるので、耐震工事が終わったらついでに見たいですね、少し。城の下の方に段々畑みたいになってるところがあって、そこが江戸時代までのよもぎ村。よもぎ村。城下町ってやつなんだ。城下町？城下町。そうだ。こっちに面白いもんがあるぜ。城は見ないの？お城に用事あったんだけどな。まあいい、そのうち見たいなとは思ってたんですけど、お城も。まあ今日絶対見たいリストには入ってないので、一旦保留しますね。で、お墓ですね。こっち来たのは初めてかもしんないな。はい。こんな場所あったんですね。全然気づかなかった。ここはうちの町の共同墓地なんだ。肝試しには最適なんだけど、本当に怖いから。おすすめはしない。たまに本物のお化けが出るんだ。でもいっぱいいるわ、座敷わらし。今更すぎますね。ほら、話をするだけでなんだか怖くなるだろ。僕怖くなってきた。でもこんな墓地で肝試しの八千頭。こんにちは。八千頭どこいたの？逃げちゃった。あれ、二人ともどうしたの？知らない。待ってよー。これでおしまいですかね、探検っていうのは。追いかけてみますか？でも今度早い。八千頭以外全然見えないですよ。ちょっとマップでカンニングしちゃいますか。イベントが残ってるかどうかっていう。八千頭が残ってますね。で、陽介もまだいるな。じゃあちょっと追っかけますか。はい、到着でーす。さっきのヤッチーだよ。だって本当にお化けだと思ったんだもん。早かったですもんね。こいつら本当はステッカー持ってたくせに隠してましたね。まあまあ、そんなに怒らないで。これでおしまいか。よかったです。あんまり長引かないというか。割とね、こう、あっさり終わってよかったですね。一応ちょっと話しますか。八千頭もなんかあんま見ないですもんね。だって、本当にお化けだと思ったんだもん。とにかく怖かったぜ。失礼しちゃうわね。まあまあ、そんなに怒らないで。八千頭も可愛いですよね。この靴とか話にも出てましたけど、すごい可愛いなって思います。じゃあ、予定通りね、いろんな場所回ろうと思います。そうだな、最初は、ってことで、工場にやってきました。あれ、今日は工場長い、いたー。結局こうなるんですね。ただ、今のサトルくんなら、いろんなとこよじ登れるんじゃないかなって思うので、また怒られてるよ。ダメだって言ったろ。ここだけの話。はい。実は本当のスパイだって、工場の中を見たらがっかりなんだけどね。なんでもない。なんでもない。これさては毎日来ればなんかいいことあんのかな。いろいろ教えてもらえるんですかね。まあ、一旦今回の目的は、もうよじ登っちゃうことですね。余裕でしょ、今のサトルくんなら。よいしょ。なんかおもろいもの。ダイヤかな、これ。ダイヤしょっぱいですね黄色かよ。ただまあいろんな場所行けるんでいいですね。ここも登っちゃいますか。多分ここで一旦休憩できるので、よし、一番上まで行けるといいけど、どうですか。あ、これ厳しいかな。あー、ここはまだ無理ですね。もうちょっと上登れれば休憩するスペースあるんですけど、また後日ですね。あそこもじゃあ無理だな。そう、登るといえば灯台どうするかってのもね、まだ何も分かっていないので、あれもできれば進めたいんですけどね。あ、ここダメなのかな。有刺鉄線越えらんないか。あ、思ったより何もできなかったですね。そしたら残念だけど、引き返しますか。また次の目的地に向かおうかなって思います。おりゃあ、でも進まないか。こっちのはどうかな？こっちのはどうかな？えい！あー、進まないか。くそはい、すいませんでした。次行きます。はい、そしたら、次はこの宝の山、行ってみようと思うんですけど、ちょうどね、このバス停が、ここの前にあるので、何気に初バス、乗ってみようかなって思います。どんな感じで移動するんですかね？バスを待って、バスが来て、バスに乗る。あ、普通でしたね。すいませんでした。まあでもこれすごい時短になっていいですね。楽ですし。それでじゃあこのまま宝の山行きますか。本当はね、いろんな、ラブちゃんとかのイベントも進めたいので、少し余裕を持って帰宅できると嬉しいんですけどね。頑張りましょう。うん、バスも乗れてよかったですね。いろんなバス停を見つけたいところですね。そしたら、宝の山って、これか。ここね、夜は行けないんでね。初めてですよね、来るのきっと。楽しみですね。また山ですよ。ラッパ山、天狗の山に続き、宝の山です。宝の山ってことはなんかね、すごい財宝的な、あ、虫！よいしょ！ゲットです。大ゴマダラ。かっこいいですね、こいつ。ゲットです。51種類目。なんだかんだ結構集まってきてますね、虫も。こっちで合ってる？うん、いいか。よっ。あれ、あ、あれ。こっちから登るか。絶対このね、直接この木の方行った方が登りやすいですよね。サトルくん変わってんな。こっちは何もないのかな。あ、でなんか、見晴らし良さそうな。あ、あれが隣町ですよね。早く行きたいな。まあ今日ね、どんなに、あれお尻の穴がある。なんだろうこれ。穴を掘る。亀裂のある地面に近づくと掘ると表示される。へえ。厚盛りみたいですね。あ、これが化石か？あ、やった！こんな感じで埋まってるんですね。で、シャベル出しましたね。スコップか？どっちかわかんないですけど。ピッケルもそうですけど、よく持ち歩いてますね、そんなの。へえ。あ、だから宝の山って言うんですかね。あ、ある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 。ありますよ。お尻の穴。一緒か。これは鑑定してみるまで何が、何でしょう、何の化石かってのはわかんないんですかね。本当に厚盛りみたいですね。そしたらもうちょっと探検しようかなって思いますね。ほい。おそらく、てっぺんまで来ました。あ、高いですね。明日バスを見えますよ。テントもあるし、神社も見えますね。ここもいいですね。せっかくだから木でも登りますか？あ、ここ蹴ったらグリ出てくるのかな？最近全然グリゲットしてないんでね。あー、でも休める場所ないな。あ、休めた！よし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 。隣町も見えて、いいですね。てっぺんまで行けんじゃないか、これ。ギリギリ。あ、でもこれ以上登れないですね。これがてっぺんです。ひゃー、じゃあ、宝の山でした。はい、宝の山でした。ほい。ってことで次は、花火ですね。花火屋さんのところまで来ました。花火屋さんもね、そのイベントあると思うので、新しい花火の種類がなかなか思いつかないみたいな話でしたっけ？どうもうまくいかない。イメージがまとまらん。どうしたの？夢の新作花火を作って打ち上げたんだが。もう作ってるんですね。どうしてもうまくいかん。下手くそなんだけど。違う、断じて違う。花火師のうまい下手ってどう決まるんですかね。ゴージャスで繊細で大胆、素晴らしい。よかったね。そっか、分かった。俺やっぱこの人好きです。なんか元気出ます。時々昼間ここに来て俺に助言してくれないか。いいぞ。あとそのために来たんだから。あるポスターは花火大会の進行予定表なんだ。あ、はい。そこに進行予定のアイデアを。あ、俺が？僕が？花火大会はいつあるんですかね。よろしく。なんで？まずは夜の打ち上げ試験か。今後行われる花火大会で俺の作品を見てほしい。はい。夏が終わるまで花火大会は毎週土曜の夜。毎週土曜の夜。もし祭りがあったらその日の晩も打ち上げる。花火はいいぞ、夢が。はいはいはい。ってことは多くて合計5回なのかな、お祭り込みで。今日何曜日なんでしょうね。夜寝る前とか確認できたらいいですね。土曜日の夜ですね。覚えました。なるほどな。じゃあ次行きますか。近くに確か豚いましたよね、昨日。そいつも捕まえちゃいますか。昨日はね、逃げられちゃったので。お、ガラス石あるやん。ええじゃん。でもこれ、100円でしたっけ？ 200 円でしたっけ？あんまり美味しくないんですよね。で、あ、こっちにも花火の機械ありますね。昨日とはまた逆の場所に来てるんですけど。で、豚いたのはあの辺でしたっけ？同じ場所に帰ってきてくれるんですかね。どや。あ、いないかも。いないかもですね。そっか、残念。いや、いるぞ。よし、いました。こうして、じゃあ、さらばだ。恨むなよ。ごめんな。はい、回収です。ほい。ってことで、なんだかんだ、ここが最後ですね、絶対今日したかったっていうのは。海辺の洞窟でございます。なんかね、化け物がいるぜみたいな、あれ、幽霊でしたっけ？お化けでしたっけ？話があったんですけど、ここはさすがに越えらんないか。でも、お化けいないですね。あれれ、せっかく来たのにな。これのことですかね、お化けってもしかして。か、貝殻か。か、夜来るといいとかですかね。夜ってこっちまで来れるんですかね。そっか。ちょっと、もうちょっとブラブラしてみますけど、何かあるかな。今豚の声しなかった？あれ？今豚の声した。あれれ？ポケットの豚が鳴いたのかな。あれ？今ブッって言った気がしたんですけど、気のせいかな。あ、いた。豚ですね。あ、間違えた。すいません。豚いました。ちょっと見えにくいですけど。恨むな！ドン！よし、今日2匹目です。あ、野生の豚さん。あ、野生の豚は自分で飼うのか。あ、なるほどね。あの赤い首輪の有無ってそういうことなんですね。なるほど、なるほど。洋介用の柵じゃなかったんですね。あ、で、海辺の洞窟はやっぱりちょっと、まあ、パッと見ですけど何もなかったので、一旦、引き上げて、今近かったんで、そのまま灯台の方に向かってます。で、その途中で豚がいたっていう感じですね。灯台もね、そのマップの方に、盛り付けのマークがあるので、もしかしたら何か進展があるかもしれないですね。よっ、盛り付け、はるばる来たよ。森さん、レンズの掃除をするのなら、灯台の外側を登っていくしかないのかな。それ気になってるんですよね。残念ながら今はそうなんだ。他に何かいい方法はないかな。何も教えてくんないですね。これだけなのかな。ちょっと上にも行ってみますか。よっ。ああ、やっぱ全然ダメですね。今もうできるだけね、近道したつもりだったんですけど、やっぱ力ずくでっていうのは難しそうですね。まあ何かこう進展があるのを待ちますか。ぐぬぬって感じですね。なんかすごいでかいのいないか、あれ。あ、お、なんか新しいの出た。カサゴゲットです。まあせっかくこっちまで来たんで、おっきい方々釣ろうかなーって思ってきたんですけど、方々じゃないけど新種釣れました。やったぜ。で、手前にあるめちゃくちゃでかい影。あ、今かかったのもそうかな。めちゃくちゃでかいですけど、ブリかなこれ。ブリはもういいんですけどね。なんだろう。重い。よいしょ。あー、ブリいやー、またでかいなー。あー、ブリかな。よいしょ。あー、ブリー。またでかくないか ?3 連ブリかブリ3連か。うん。あー、ブリー。お祭りって言ってる。いやー、期待が重いんだよなー。うん、あ、そうですね、ラブちゃん来ましたね、昨日。あ、で、そう、何でしたっけ、ホウボウだ。ホウボウはね、諦めたんですよ。全然釣れなくて、なんかもう引っかかんなくもなっちゃったので、残りの時間、あと1時間弱あったので、こっち側戻ってきて、いろんな人と話そうかなと、思って、とりあえず、純子ちゃんとこ来ました。こいつまだ絡んでるんですね。あ、そう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 。やばい。あ、そういえば昔。何がやばいんだ？カフェの屋上で酔っ払いが寝てて大騒ぎになったことがあったかも。なのになぜうちで事件が起きたかのような気にしようと思ったのかしら。マスターは取材しないの？いや、これはなんかずるくない？おっしゃる通りです。はい、開き直るな。いや、じゃあ相手が大人だから。こいつ結構悪いですね。じゃん。そんなに大事件が欲しかったら。思ったより嫌なやつですね。純子ちゃんならボロを出すと思ってカマかけたんだ。ひどすぎます。じゃあこいつ分かってて声かけたんだ、純子ちゃんに。ここで事件が起きたわけじゃないって。分かってんのに、マスターはボロを出さなそうだから、純子ちゃんの方行ったんだ。ひどいですね。おい、渋谷っち。お、なんかご機嫌ですね。休みの日はいつもこうやって歩くことにしてるの。健康的ですね。そしたら、どうしよっかな。残りの時間。明日バスを。どこだ、明日はそう。あ、射的。あ、射的もどこかわかんない。あー、明日バスを着きました。そら、ボがなんか、くつろいでますね。これは一体、何だったんだ、ボ。不思議なものを見たんだブー。座敷わらしですかね。幽霊怪獣、もしかするとそれトコトコじゃない？不思議なものって違った。鏡に映った。失礼だ。ごめんなさい。そうね、幽霊？もし幽霊だったら不思議じゃなくて、なんかでも1日目か2日目かの感じだと座敷わらしのことですよね。不思議じゃなくて大きなものかな。本当に見たんだブー。この座敷わらしはいっぱい見てますからね。そしたらトコトコとあとラブちゃんなんですけど、京子さんに魚渡したかったんですけど、いないですね。ただ一旦トコトコとラブちゃんの方行きましょう。あとちょっとだったのにな。悔しいですね。まあでもそんな気はしてました。はい、晩ご飯です。惜しかったですね。今晩はハンバーグか。天狗の山まで行ったんだ。自動車道路の入り口に何かの建設予定地があった。天狗の山って2日ほど前でしたっけ？あ、4日目に行ったんでしたっけ？もうずいぶん前の話。建設予定地ありましたっけ？あったっけ？そんなのあったっけ？じゃああっちの方には行かなかった。覚えてない。でもなんか工事中のところありましたよね。パパゾン？通販の大きな会社なんだ。アマゾンのあれかな。赤字らしいんだけど、不思議なことに会社はどんどん大きくなっている。へえ。妖怪みたいだね。じゃあアマゾンってこのくらいにこう大きくなったとかそういうことあるんですかね。ほうれん草のごまあえをつけました。あ、美味しそう。では皆さんいただきます。ほうれん草をあえたやつ、あれ地味に好きなんですよね。外食とかで100円とかであるとつい頼んじゃったりしますね。ごちそうさまでした。花火の打ち上げを見せてもらえることになったな。そうね、土曜日でしたよね。新作花火会？今日は何曜日なんですかね。遠いから寄り道せず、なるべく急いでね。ひょっとして今日土曜日なのか？ちょっと曜日確認する方法を探りますか。ただ京子さんがなんか話してますね。まだ言ってる。バーカって言われちゃいますよまた。そしたら夜は花火。ああ、でもいるってことは花火あるかもですね。そしたら、そうですね。ちょっと家の中で話して回って、花火向かいますか。さっき話せませんでしたからね。とことこと紙一重のところで。ここにまず、釣り尾さんでしたっけ？あ、間違えた、これ。これクーラーボックスだ。よう！うん。俺も、今日ブリ、寄付しちゃいましたからね。一歩リードです。ご趣味は何ですか？魚釣り。趣味。でも確かに趣味は何ですかって聞かれて即答できるものってなかなかないですよね。で、ラブちゃんです。こんばんは。これで明日の占いが聞けるんですよね。ラブちゃんって、あ、どこで生まれたの？これ気になりますね。出身はどこでしょう？はい。あ、教えてくんないんだ。海外の血は混じってそうですよね。綺麗。12月生まれ。ああ、素敵ですね。というわけで、占いを聞きに来たんだよね。明日のあなたを占ってみる？よっしゃ。じゃあ、ちょっと待っててね。なんか、冬生まれというか、クリスマス生まれとかだとすごいおしゃれだなって思いますね。明日の運命。友達にいるんですけど、なんかすごいかっこよく、1.5 倍かっこよく見えます、なんか。はい。好きなカードを選んでちょうだい。じゃあまたこのケプラーのやつですね。それはケプラーの法則。アシタバソウの庭。はいはいはい。歌ってる。明日じゃあ、アシタバソウの庭で誰かが歌ってるってことですかね。なるほど。それは生命の輪廻、はい、次は森林のカード。何でも揃う渋谷商店夜。卵を温める。なるほど、はい、好きなカードを選んでちょうだい。じゃあ渋谷商店も今晩行ってみますか。余裕あったら海辺の洞窟行きたかったんですけどね。で、太鼓公園ですね。はい、好きなカードを選んでちょうだい。人間のカード。これでもなかなか全部回るのは難しいですよね。山小屋。はいはいはい。あ、天狗の山か。でも明日はちょっと隣町行きたいんでね。はい、好きなカードを選んでちょうだい。優先順位的には下がっちゃいますね。でもまあいろいろ聞けました。明日じゃあ時間あれば今の3カ所かな回りましょう。やっぱ夜は純子とブランコに限るよな。寄り道しちゃいました。はい、ブランコ乗ります。これもうルーティーンになってますね。幸せだ。じゃあちょっと純子ちゃんとくつろいだので。花火向かいますか。アドバイスしに行きますか。お、見たことない虫がいる。よいしょ。おい、もう一回。よし、ゲットです。裏波しじみ、ゲットです。夜だからですかね。嬉しいです。52種類目ですね。で、花火。花火屋さんとこですね、着きました。で、なんか打ち上げの準備してんのかな、これ。はい。今夜も打ち上げ試験をやるぜ。じゃあ今日土曜日なんですね。8時、9時の3回だから期待してくれよな。あ、時間があるんだ。今何時でしょう。まだ30分以上ありますね。そしたらちょっとじゃあ、そこら辺でブラブラして時間潰しますか。先行ってほしいですね。時間決まってるって。くー。ほい。ってことで、渋谷商店の方に来ました。そしたらクズがいました。一応話しかけたんですけど、でもそれがでっち上げとかね、嘘が混じってたらちょっと違いますよね。まあ、ものによってはいいのかもしんないですけど、他人がね、関係ない人が傷つく、損をする記事は違いますよね。お前のことだぞ。シュート覚えとけ。で、なんか上にありますね。奥の看板ですかね。よもぎ駅前商店街ってなってるところ。上のやつどう取るのかな。ちょっと登ってみますか。ダイヤかな、これ。これでいけますかね。よいしょ。よしよしよし。結構でもギリですね。気をつけないと。はい、ダイヤゲットです。そしたら渋谷商店でなんか話があるって、ラブちゃんが教えてくれたので、来たんですけど、あれ渋谷博士、どころか誰もいないですね。あれラブちゃん嘘ついた？夜じゃなかったかな？マジか。残念です。ほい。ってことで7時前になったので来たんですけど、近づくのはやめておこうって言われました。見えない壁がありますね。もう危ない時間だからか。これはじゃあ7時になったら自動でこうペーンと打つんですかね。どの辺に打ち上がるんだろうな。それわかんないと見逃しちゃいますよね。ちょっとこれ全体が見える場所に移動しますか。見えなかったら意味ないですもんね。しまった。もうそろそろ7時のはずなんですけど。間違えた。すいません。こっちですね。もう7時ですね。打ち上がるんじゃない？おおすごいすごいすごい！玉やー！玉やー！結構しっかり打ち上がりますね。すごいすごい。これさ、こんな近くに来なくてもさ、街で、例えば純子ちゃんとかと見られたんですかね。それいいなぁ。こんだけ良かったですね。いや、でも綺麗ですね。玉やー。終わり？終わっちゃいました。これで話せばいいのかな。おう！よかったよ。悪くないじゃん、お前、花火の腕。今夜も打ち上げ試験中。7時の会は終わったけど、あと8時と9時の2回が残ってるから、期待してくれよな。全部打ち上がるまで、話してくれないんですね。了解です。じゃあ残りの2回のどっちかは、純子ちゃんと見たいなって、おいら思うんです。それまでどうするかって感じですね。ほい。ってことで、夜の海辺の洞窟にやってきました。これで何もなかったらちょっともうお手上げですね。ただ、なさそうですよね。誰でしたっけ？海辺の、あ、噛んだ。海辺の洞窟でなんか、お化けが出るらしいぞ、みたいなしょうもないこと言ったの。余計なこと言いやがって。なんだ、期待しちゃってバカみたいですね。そしたら、じゃあ、戻りますか。お、えい！え、これどう撮るのこれ！ミンミいってる。ひどい、これ撮りたい。ひどい。あ、待って、撃つんだっけ？撃てばいける？取れた、よかった。アブラゼミね。セミ代表って感じですね。ゲットです。そういえばなんかグリをさ、使って高いとこのやつを撃ち落とすみたいなのありましたよね。全然活用してないけど。いるのかな、高いところに。ちょっと今度から気をつけてみますね。ほい。ってことで、居酒屋にやってきました。お、渋谷博士と森助もいますね。珍しい。何？あ、オリンピックとかの話ですかね。もしかしたら。長野オリンピック。ああ、そうなんだ。夜は主任が無双してるみたいですね。工場長もね、お酒入るとなんか変わりそうなイメージありますけど、そうでもないみたいですね。あ、で、館長。あ、はい。そうなんですか。なるほど。わかりました。でも今、ブリの世話するだけじゃないの？ブリとセミの世話。あ、でもやっぱ貴重なセミだから結構気使うんですかね。お魚、サバ、鮭、バイバイ。どれが一番好きかな？別にどっちも同じくらいかな。サバですかね、どっちかというと。焼いても美味しいし、あと締めサバも最高だよね。あ、終わり？涼子さんは何が好きとか教えてくんないのかな。でですね、もうすぐ8時なんですよね。だからそろそろ花火が打ち上がると思うんですけど、あ、ほらちょうど8時です。ちょっと見てみますか。あ、上がってます。十分遠くからでも見えますね。なんかでもさっきと同じ花火なのかな。そんな感じですよね。緑とか黄色とかが使われてて。いい景色ですね。こんなん見ながら、大人たちはお酒飲んでご飯食べてって、すごいいいですね。憧れちゃいます。終わりか。なるほど。えいが緊張。本当？もう信用ないよ、この子たちに対して。そういえばゲーセンないですね、この町。俺子供の頃、小中学生の時ゲーセン子だったので、考えらんないな、ゲーセンがもう全くないっていうのは。まあでもこの時代とかだと、そんな珍しいことじゃないんですかね。どうなんでしょう。で、おもちゃ屋さんとマスターがいますね。こんばんは。なんかこの間は相談事とか言ってましたよね。こう、例えば工場長とか、あとシュートとかと違ってこう余裕のある素敵な大人たちですね。この人たちは素敵です。そしたら結構まだ時間あるんだよな。あ、あれしますか。灯台の、あ、ごめんなさい、灯台じゃない。灯籠の明かりつけるやつ、あと1回残ってるんで、9時までそれで時間潰そうと思います。はい。では、ちょっと今、灯籠の途中なんですけど、もうすぐ9時になるってことで、まあ、純子ちゃんとこ来たんですけど、多分、この位置なら見えるはずです。あ今あったか？あれ？今木に隠れてましたけど、打ち上がったのか？あれ？全然見えないな。方向的には見えるはずなんですけどね。思ったより花火が低い。これもう終わっちゃったのかな？これからですかね？時間。9時だ、気のせいでした。急げ。やってる、よかった。見られました。はい、結構待ちました。いや、最高ですね。純子ちゃんと、純と二人でブランコ乗りながら花火見て、おら、幸せもんだ。まあでも3回目も花火の内容は変わってなさそうですね。見えるか、純。花火見える。綺麗だね。でも純の方がずっと綺麗よ。ほい。これで灯籠最後ですね。よう、神主。すごい。はい、3回目です。やっと終わった。なんぼもらえるんでしょうね。いくらだろう。500円しょっぱーケチー。こいつ、500円で3回も仕事を押し付けたの？あ、そうなんだ。3回ごとに500円もらえるわけですね。はい、まあ、一旦、クリアです。よかった。で、ステッカーもいただいちゃいました。そうですね、豚、さっき捕まえた自分用の豚はもう、放牧できるんですかね。日本語合ってるかわかんないですけど。豚を入れる。お、野生の豚って、野生の豚がいるのがすごいですね。今更ですけど。はい、神社さんが飼っていた豚さんを1頭大きな飼育場へ戻した。どういうことだ？ 1,2,3,4,5,6 ん？ちょっとよくわかんない。1匹、なんかもっと別の場所に移したんですかね。で、キノコむしってと。あー、こいつはじゃあ、俺が、育てていいやつってことですよね。かわいいな。お、名前つけていいんだ。ロース、ヒレ、バラ、最悪。最悪ですね。選択肢がまずひどいですけど、何を隠そう。俺今日ロースカツカレー食べたんで。ロースにしますね。よろしくな、ロース。美味しく育てよ。あ、グリをあげる。ほう。まあ、グリなんかね、すぐ取れるんで、10個あげちゃいましょう。うん。大きくなれよ。これ、ロースだんだん大きくなるんですかね。楽しみですね。うわ、俺動物すごい好きなんですよね。動物すごい弱くて、すぐ泣いちゃうんですよ、動物絡むと。僕夏にすごい思い入れあるっていう話、最初の方にしたと思うんですけど、あれ、実況で撮ってるんですね、僕夏3を。で、初めてやった、実況プレイとして初めて撮ったのが僕夏なんですけど、そこでも動物が出てくるんですね。で、すごい感情移入しちゃって、お別れの日にワンワン泣いたんですよね。もう動画撮れなくて、一旦動画を止めて、まあ、なんでしょうね、満足いくまで泣いてから再開したみたいな感じなんですよ。だから動画で使ってはなかったと思うんですけど、泣きまくってるところ。すごい牛さんがいてですね、牛をこの夏休みの間一緒に育てるみたいな相棒の牛がいたんですけど、その子とのお別れでちょっと成人男性とは思えない泣きっぷりを披露しちゃって、そんなもんな、野々村みたいな感じじゃないですけど、もうずっと涙声みたいな。夏休み勉強セットが置いてある。いや、お恥ずかしいですね。では、まあ、ちょっと早いですけど、まあ、切りもいいので、今日はおしまいにしてですね、また明日頑張ろうと思います。明日の隣町ですね、満を持して、本当にお待たせしました。隣町行こうと思うので、こうご期待です。まずは豚ですね。捕まえた豚さんを柵の中に戻したよ。豚の恩返しで竜宮城へ行けるかな。行けるといいですね。まあ、少なくとも美味しいカツ丼とか、食べさせてもらいましょう。どうにしよっかな。これかな。次は、探検ですね。みんなとラッパ森を探検した。しっかり偵察できたかな。意外に怖がりなのはびっくり。八千頭の下りですね。これは、なんかこれにしよっかな。偵察って言ってるからね。本当に偵察が宿題になってるんですかね。にわかには信じがたいけど、で、バス。初めてバスに乗ってみた。運転手さんのすぐ近く、特等席に座ったよ。特等席なんだ。僕運転手さんの横とかあんま得意じゃないので、すぐ後ろ、一番後ろのなんか5人分くらいあるところの1個前の窓際、座ってますね。あそこ一番好きです。謎の物体を手に入れた。これは一体何だろう？宇宙から飛んできたのかな？はいはいはい。これは宝の山ですね。これはまた、まあ、明日かな、博物館行って、何の化石かっていうのを見てもらいましょう。うんこじゃないといいですね。はい、次。何これ。花火屋さんね。花火屋さんに手伝ってほしいと言われたよ。花火に乗って宇宙まで行けるようにと頑張るぞ。これね、明日でもイベント進むといいんですけどね。ちょっと不安です。で、これはなん、事件ね。殺人事件が解決だ。犯行現場はカフェの屋上。結局誰も死んでない？うん。これはシュートの人騒がせの。許せないですね、あれは。で、花火ですね。打ち上げ花火を近くで見たよ。たくさんの光が夜空で輝き、みんなで歌を歌ってた。本当？居酒屋ですかね。あそこでみんな歌ったのかな？ちょっとわかんないですけど。まあ、らしいですよ。やっぱ、純子ちゃんと見たのが嬉しいですね。で、灯籠か。参道の明かりを何度もつけたんだ。本当に何度もやったから、地球の気温が上がっちゃう。この99年の時って、今、温暖化とかいろいろ言うじゃないですか。そういう話題はあったんですかね。まあ、びっくりはてなかな。マガジンマーク。で、おしまいですね。はい。じゃあ、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。では。